新潟県。新潟県は、日本の県の一つ。中部地方の日本海側に位置する。県庁所在地は、新潟市。日本海に面し、中部地方、北陸地方、関東甲信越地方に属する。県名は、県庁所在地である、新潟市に由来する。地理的要素の違いから、上越地方、中越地方、下越地方、 佐渡地方の4地域に大きく分けられる。面積は東京都の約5.74倍で47都道府県で、第5位海岸線の長さは 635.6km で、ある本州 331.0km、佐渡ヶ島 281.5km、淡島 23.1km。古代には越国の領土であり、 五気七道の北陸道のうち東半分を、締め両征国、旧国では、越後国と佐渡国の全域に相当する。この旧国名から、越差、越差と表現することもある。憲章は、真の字を崩したものを、中央上に置いて、その周りを、型を丸く図案化したもので囲んだものである。また、憲章とは別に、シンボルマークも制定されている。本件を指す。 漢字表記は複数存在するが、日本語においてはいずれの字体であっても、に、新潟と読む。中でも政治とされる型を用いた新潟が最も一般的な表記である。他に三髄に写しと書くを用いて新と書く場合がある。かつては節用集にも登録されるほど一般的に認知された文字であり、江戸時代の半本。 印刷本を置いて、松尾芭蕉、奥の細道及び上田明成、宇月物語では、像、現、秋田県二華保星の木坂田との表記が見られ、鈴木牧師、北越節ッでは、深夜、鎧といった、現在の本県におけ地名においても、の使用が認められる。これら印刷本の流通により、全国で、型と略字とされる、は同列しされていたとみられる。型には、 複数の遺体字がある。明治に入ると、活版印刷が出版物の主流となるが、終戦までに販売された明朝からだの活字を調べると、政治とされる、型のみが販売され、略字とされるは販売されなかった。すなわち、明治以降の字は印刷物から一層されるが、新潟、喫茶型、八郎潟、あるいは、島根県の白潟天満宮など、型の字を 日常的に使用するエリアにおいては、活字以外で生き残り、方言がざ化していった。新潟県では、道路標識などでも、新が使用されていたが、1981年、昭和56年に、型の字が、常用漢字に採用されると、新との表記は推理していった。中国語においては、関体字で、反対字で、と表記する例が見られる。これらは、北京語で、 新紙へと発音する。2007年、平成19年6月28日の、新潟県議会6月定例会総務、文教委員会によって、中国語における、の辞儀とのそれが異なることを理由に、これらの中国語表記を問題視する質問があった。同年8月1日、新潟県庁は公式サイト上で中国語での、新紙の表記の使いを、県庁内及び県関連機関に要請した。 日本語において、真の使用を止めて、を使用するよう要請したものではない。県内全域日本海側気候で、豪雪地帯、一部特別豪雪地帯であり、山間部は、世界有数の豪雪地帯となっている。特に、津南町や東海、町市、病光市周辺で積雪が多い。しかし、日本海の暖流、津島海流の影響で井戸の割には、冬の気温が高く、 日照時間が少ないために放射冷却が起こりにくく、朝晩はあまり冷え込まない。そのため降る雪は水分が多く重たい性質である。一方、新潟市などの沿岸部の積雪はそれほどでもなく、特に近年は温暖化の影響で積雪量が減少している。夏はフェーン現象の影響で気温が上がりやすく、湿度も高くて蒸し暑い。特に糸魚川市は、 日本国内の最低気温の最高記録である摂氏30.8度を観測しており、熱帯夜が非常に多い場所として知られている。海洋性気候である佐渡島は、冬は暖かく、雪よりも雨の日が多いほどである。東日本、中部地方、北陸地方に分類される。その他、広域関東圏、関東甲信越地方、甲信越地方、 新越地方とされる場合もある、中部地方、地方内の分類。組織によっては、東北地方と同一エリアとして扱われることがある。国土交通省では、東北県に含まれるほか、参照、東北経済連合会の活動エリアにも含まれる。県知事は、北海道東北地方知事会にも加わっている。また、電力は、東北電力管内である。 1874年、明治七年から1896年、明治二十九年の統計では、約150万から180万人で推移し、日本一人口の多い道府県であった、過去の都道府県の人口一覧1884年から1918年。この時期は都市化が進んでおらず、日本人の9割近くが農業によって生活を成り立たせていたため、 収穫後が大きい新潟県は人口関与能力が高かった。国勢調査において1940年、昭和15年に200万人を突破し、1955年、昭和30年に247.3万人となったが1970年、昭和45年に236.1万人にまで減少した。その後増加し、1985年、 昭和60年に247.8万人に達した。1997年、平成9年に249万1874人、推計人口でピークを記録した後は減少傾向となり、2005年、平成17年に243.1万人、全国14位、2010年、平成22年には約237.1万人となった。 特に、進学や就職などの理由による18歳から24歳の若年層の減少が深刻で、県では人口対策を最重要課題に掲げている。県面積が広いということもあり、2000年、平成12年の段階では実に112の市町村があったが、北海道、長野県に次全国3位、平成の大合併で2010年、 平成22年4月までに30市町村とな、いる。軍については、岩仙軍が2村を有する他は、すべてが1町村のみの状態になっている。以下の20市級軍6町4、村がある。町はすべて、町、村はすべて、村と読む。新潟県庁によって、県内は14の広域生活圏、広域市町村圏に区分され、広域行政単位となっていた。 平成の大合併によって、県内一市となる例が出現したため、現在の広域生活圏は、9つの広域行政権と5つの市という内訳になっている、県内一市の場合、県名は、社体。10万人以上の都市雇用権、2010年、国勢調査時点の10%都市権。廃止市町村は、新潟県の廃止市町村一覧を参照。 廃止した軍、衆議院の小選挙区が6、参議院では全県で1区を構成。括弧こ書きは、半府県庁所在地の現所属市町村。現在の新潟県は、日米修好通商条約によって開港上に、指定された新潟を管内に抱え、また母親戦争の主戦場の一つになったことから、その成立までの変遷は、多府県にも増して複雑なものだった。 八百七十年、明治三年の新潟県、第二次成立までの変遷は、越後府及び、柏崎県の港を参照のこと。八百七十年四月七日、明治三年旧暦三月七日、越後国のうち新潟を含む海津ツニ軍、カンバラ軍、岩泉軍内の政府直轄地を管轄していた、水原県が廃止され、県庁が新潟に移されることで、新潟県、 第二次がなした。当時、現県域には、新潟県のほか、上、中越後軍、久美木郡刈羽軍、魚沼軍、三島軍、越軍内の政府直轄地を管轄する柏崎県、佐渡国全域を管轄する佐渡県、及び県域内に班長を置く重半によって、分割支配されていた。さらに、蒲原軍の内旧合津半領の区域は、若松県の管轄下に置かれていた。 1871年8月29日、明治4年旧暦7月14日の廃藩地権を経て、同年12月31日、旧暦11月20日に行われた、府県再編で、下越2軍の旧藩5県が、新潟県と、上、中越5軍の旧藩4県。長岡藩はすでに、柏崎県編入されていたが、柏崎県と合併して、それぞれ、新潟県、 第3次、柏崎県、第3次となり、また、佐渡県は、愛川県と解消された。1873年、明治6年に、柏崎県が、1876年、明治9年に、愛川県がそれぞれ廃止されて、相次いで、新潟県に合併されて、越佐両国を、新潟県が統一して管轄することとなった。1886年、 明治19年、若松県を経て、福島県の管轄となっていた神原郡の一部、1878年、明治11年から、東神原郡が新潟県に移管されたことにより、現在の新潟県の県域が確定した。2011年、平成23年1月25日に、伊豆田博彦新潟知事と、篠田明新潟市長による共同会見で、 東京都に習い、現任型市を特別区に移行し、多市町村間もさらに合併を進め人口規模30万クラスの基礎自治体する修正移行構想が発表された。また、各特別区、基礎自治体の権限は、現行の東京都の23の各特別区が持つ以上のレベルを想定している。地方債等の残高地方債等の残高合計2兆7178億円。 連結会計。2008年、平成20年度の県内総生産は8兆6983億円である。世界の過半数の国の GDP より大きな規模を有している。県民所得は6兆2602億円であり、一人、当たり県民所得は261.8万円である。主要な産業としては、農業が挙げられる。米作。 コシヒカリが中心で、コシヒカリの収穫量は日本一である。特に、魚沼地方で栽培されるコシヒカリは、魚沼産コシヒカリとして、食味日本一の評価を受けるトップブランドであり、日本一の米どころであると言える。また、米に関連して、米花、せんべい、あられなどの生産額も日本一、日本酒も兵庫県、京都府に次ぐ第三位である。 米の生産が多いため、米粉の研究を行っており、研究を利用して製品を販売する第3セクターの新潟製粉に出資している。米以外では、隣の富山県ともども、チューリップの栽培が盛んである。また、スイカの栽培も盛んである。漁業も盛んであり、かまぼこなど魚肉練り製品も有力である。日本で数少ない原油の生産地でもあり、 これに関連してか石油ストーブ、石油ファンヒーターといった石油燃焼器具の生産が大きい。現在でも体内し、旧中城町沖に阿賀沖油田があり、採掘が進められている。佐渡島にはかつて金山、佐渡金山があったが、1989年、平成元年に閉山された。他には金属製品の生産が多い。園子。 三条市の金属食器は国内シェアの9割を持ち、機械部品では非鉄金属材料の加工に強みを持つ企業が多い。ハサミや包丁、スパナなどの金属工具も大阪府に次ぐ2位である。北陸工業地域の中心的存在でもある。長岡市では自動車やバイクのメーターが製造されている。バイクメーターの国内シェアは9割弱、世界シェアは3割ほど。 新潟市周辺では、米花などの食品化工業、製紙業、化学工業が多く立地している。上越地方では、糸井川市、旧大見町で良質な石灰石が取れることなどから、糸井川市、上越市などで、化学工業が発達している。繊維産業では、ニットの生産工が日本一。しかし、近年価格の安い外国税、中国等に押され気味である。 発電では、阿賀野川流域に大規模水力発電所が立地している。また、柏崎市と刈羽郡刈羽村にある東京電力柏崎刈羽原子力発電所は原子力発電所としては世界最大の出力である。他に上越市、直越地区では東北電力、中部電力が共同で創業する上越火力発電所がある。 1989年、平成元年には、工場立地件数で、日本一になったこともある。積雪地帯であり、特に、中越地方と上越地方の山間では、スキー場が多い。しかしバブル崩壊直後の1993年、平成5年頃を境にスキーブームは一気に過ぎ去り、新潟県中越地震の影響や豪雪による、交通網への影響が懸念され、 2000年代に入ってからは、スキー客が急激に減少傾向にある。これを受けて閉鎖されるスキー場も見られるようになっている。よく、新潟県人はスキーをあまりしないと言われるが、陶器の厳しい豪雪化の生活を知る、県民にとっては、雪イコール辛いものというイメージが強い。つまり、スキー客の大半は滅多に、銀世界にならない。 首都圏などからの集客によるところも大きかったという側面がある。今後は雪を生かした観光を目指し、新たな観光システムを構築していくことが望まれている。2016年度の新潟県内の高校生の大学進学率は45.3%であり、全国地の54.7%を下回っているが、専門学校進学率は26.5%に、 達しており、全国地16.2%、両者を足し合わせた、進学率71.8%は、全国地70.9%を上回る。県内で27校の専門学校を運営している、NSG グループの NSG カレッジリーグをはじめ、県内には、専門学校が多数立地しており、人口10万人あたりの学校数は3.5校で、全国第6位に位置する。 県内には NHK の新潟放送局が置かれているほか、民放では日本テレビ、TBS、富士テレビ、テレビ朝日の4大企業局の各系列局がある。テレビ東京の系列局は存在しないが、アナログでは上越市周辺のケーブルテレビや湯沢町の一部でテレビ東京が視聴できるため、新潟日報、読売新聞、 朝日新聞の各新潟県版のラジオテレビ欄にテレビ東京の番組表が掲載されている。湯沢町の一部では群馬テレビも視聴できる。その他の新潟県内の大半ではテレビ東京の周波数と NHK 教育の周波数が同一アナログ 12CH であるためケーブルテレビによる区域外再放送はできない。FM ラジオでは JFN 系列の FM 2型が県内全域をカバーするほか、古代都市圏以外では初となる独立ラジオ局で平成新局の FM ポートがある。県度が広くて拠点都市が多いこともあるが、モータリゼーションが発達しているため、ラジオ、FM、CFMAM による訴求能力がテレビ並みに高く、ラジオ局が乱立している。先日の通り、本県は どこの地方に属するか曖昧であるため、東北6県との共同制作番組があったり、仙台の放送局制作の番組をネット放送したりする。この2例は、東北電力が営業区域内向けに提供、ポンサーとなる番組であることが多い。一方で、中部地方の放送局との共同制作番組も存在し、また、ニュースでは、関東甲信越地方、 甲信越地方として放送されるなど様々である。なお、NHK は、新潟県を、関東甲信越、首都圏放送センター管轄としているが、国政選挙や、アマチュアスポーツなどでは、北陸、新越ブロックに属するため、これらの報道、中継などは、NHK 名古屋放送局を介して、北陸3県とネットすることになる。また、新潟市中央区では、 信濃川沿いに放送局が立ち並んでいる。新潟県は地域によって方言の違いが大きく、阿賀北地域の方言は東北方言の一種である北大方言、佐渡島の方言は北陸方言、それ以外の地域は東海東山方言の一種である越後方言に分類される東条三沢による分類。県人会楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。